どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私は、ニューヨークのね、48丁目ぐらい、イースト48丁目あたりにいて、本日はね、先ほど、JFK から、こちらに着いたわけなんですけども、本日はこちら、ザ・レキシントンオートグラフコレクション、こちらね、マリオット系のホテルなんですけども、本日ね、こちらに1泊滞在、2泊ですね、滞在していきたいと思います。で今ね、昼12時ぐらいなんですよね。でちょっとね、チェックインできるかどうかちょっとまだ分かんないんですけども、ひとまずね行ってみて、もしダメそうだったらね、荷物だけ預けてちょっと移動しようかなっていう感じですね。いや、ニューヨークはね、残念なことに今到着した初日なんですけども、ニューヨークは軽く小雨ぐらいがね降ってまして、まああの私はねこういうダウンを持ってるんで、まあ大丈夫なんですけども、ちょっと残念ですね。はい、まあ、それではね、チェックインしていきたいと思います。ではね、ロビーに到着しました。奥はね、チェックインカウンターになってると思いますんで、行ってみたいと思います。どうやらね、エリートメンバーのチェックインカウンターはあるんですけども、人がいないっていうね、状況となっております。まあ、ちょっとね、ここで、まあ、そんなに並んでないんで、すぐ、チェックインできると思うんですけども、していきたいと思います。それではね、無事チェックインすることができました。今回は1030ということで行ってみたいと思います。部屋はこんな感じですね。壁紙がかなりおしゃれな感じですね。で、ベッドはこんな感じです。今回はアップグレードはなかったのかもしれないですね。ちょっと確認します。で、部屋はこんな感じとなっております。で、ここにコップと氷入れるやつですね。あとPC ができそうなデスクがあります。あとここは引き出しですね。で、テレビは LG 製があります。それではバスルーム行ってみましょうか。その前に上に金庫があって、あとランドリーの袋とかがありますね。で、バスルームです。こんな感じと結構おしゃれな感じですね。で、これがなんだっけ、石鹸と、こちらにコップとタオルですね。あとシャワーキャップと、これはボディーローションがあります。歯ブラシとかはないですね。で、こちらバスタブですね。こちらはリクエストしています。で、こちらにボディウォッシュとコンディショナー、あとシャンプーですね。これは何ていうメーカーなんですかね。こういうブランドのやつになってますっていう感じでしょうかね。でも全体的になんかおしゃれな感じですね。まあでもベッドもかなり大きいんで、ぐっすり寝れるんじゃないでしょうか。それではね、ここに、本日から2泊、宿泊させていただくんですけども、こちらのホテルね、思ったより、オートグラフコレクションっていう、結構カテゴリーがそんな低くない5ぐらいだったと思うんですけども、
結構安かったんですよね。1泊200ドルいかないぐらいで、宿泊することはできます。で、せっかくなんで外の景色を見ましょうか。よいしょよいしょ、こんな感じです。いや、窓がかなり汚いですね。 いやー、目の前はオフィスビルっぽいですね。本当にホテルの裏側の景色っていう感じですかね。特に何かが見えるとかいうのはなさそうですね。それではね、今回プラチナ会員として泊まっておりますんで、20ドル分のね、クレジットが、ついてくる。で、まあ、その代わり、ここもね、ディスティネーションフィーっていうものが、かかりますんで、20ドル分だったかな。まあ、その分がね、ホテルのバーとかで利用できるっていうものになってます。ここがね、朝食会場になります。で、ここでディスティネーションフィーの、20ドルのね、クレジットも利用することができます。こちらはフロントのね、目の前にありますね。で、あとね、朝食が、プラチナ会員なので着きますっていう感じですね。で、客室内にはね、お水とか、コーヒーマシーンもなさそうですね。で、フロントでね、チェックインする際にこんな感じで、お水いりますかみたいな感じで聞かれます。で、お願いしますって言うとね、まあ、お水がもらえるっていう感じになってますね。で、コーヒーマシンはこの部屋にはないんですけども、こんな感じでお水とか、コーヒーとかをね、無料でいただけます。フロントのね、後ろの方に、フリーのね、コーヒーステーションみたいな場所がありますんで、そこでお水とかコーヒーとかね、サービスがありますんで、まあ、そこが常に利用できるみたいな感じになってます。ちょっとね、深夜はやってるかどうか分かんないんですけども、今さっきまではね、やっておりましたんで、まあ、そちらを利用するっていう感じですかね。まあ、でもこんな感じでかなりおしゃれな客室ですよね。ちょっと外からの景色は、そんなに楽しめそうもないですけども、こんな感じでかなりおしゃれな感じとなっております。個人的にはね、この PC デスクがね、あったのがとても嬉しい感じとなっていますね。ここに200滞在させていただきたいと思います。で、ここのホテルのね、ラウンジはありませんので、もしね、これから、ニューヨークでね、このマリオット、ザ・レキシントン・オートグラフ・コレクションに、宿泊したい方はね、ここのホテルにはラウンジはありませんので、その点だけね、注意していただけたらなと思います。まあ、今ね、ちょうど昼の1時半ぐらいなんで、パソコンで作業しつつ、観光に行きたいなと思っている感じですかね。それではここで200滞在いたします。今ね、ちょっとね、雨が先ほど強くなってきてですね、今ね、部屋で、PC 作業をね、今してるんですけども、いいですね、この机と椅子が。で、かなりね、部屋の中も広いということもありまして、スーツケースもね、思いっきり広げられるみたいな、この感じもまたいいですね。まあ、ニューヨーク物価が高いので、すごい安いホテルとかだと本当にスーツケース広げるのも大変みたいなホテルもありますんで、そういう意味ではね、とてもいいですね。で、レイトチェックアウトなんですけども、プラチナステータスを持っていると、16時まで、基本的にはレイトチェックアウトできるんですけども、ちょっとね、予約が混み合ってるっていうことで、15時、3時まで、レイトチェックアウト OK ということをね、ちょっとチェックインの際に聞くのを忘れてしまって、特にね、向こうからも申し出がなかったんで、ちょっと聞きに行ったらですね、3時までだったら大丈夫ですみたいな感じで、言っていただけましたんで、今回ね、レイトチェックアウト3時まで、利用したいと思います。いやー、いいですね。ちょっと外が、ニューヨークのね、街が、雨上がればね、ちょっと観光に行きたいんですけど、ちょっとさっき完全な土砂降りだったんで、ちょっと一回出たんですけども、ちょっとやめとこうかなって思うぐらいね、雨が強かったんで、ちょっと、ホテルでね、PC 作業に、予定切り替えて、います。で、今日ね、まだ今2時半ぐらいなんですけども、夕飯どうしようかなと思ってたんですけども、ここのね、ディスティネージョンフィー、30ドル取られて20ドル分のクレジットだったかな、があるんですけども、まあ、それがね、バーで利用できるということなんで、まあ、そちらでね、食べ物があれば、そこでね、まあ、利用したいなっていう思う感じですね。まあ、ちょっとね、街に出れないのはちょっと残念ですけども、ちょっと PC 作業、したいと思います。
ホテルの入り口なんですけども、こんな感じでね、シャンパンですよね多分。ちょっとあんまり詳しくないんで分かんないんですけども、こちらの自動販売機みたいなのもあります。それではね、今日の夕飯はこちらでいただこうと思います。ブリックオーブンピザスライスって感じですね。こちらでいただきたいと思います。それではね、今お風呂に入って、ベッドに、横になっている状態です。これでね、今日ニューヨーク、今日滞在1日目なんですけども、今日はね、寝ようかなと思います。で、明日また、ホテルの朝食がね、プラチナステータスのおかげで、無料でいただけるということなんで、そちらもね、利用していきたいなと思います。それではおはようございます。翌日の朝になりました。ニューヨークは今日11月の23日ということで、気温が今ね3度か4度ぐらいなんで、かなり冷え込んでますよね。で、今ちょうど朝の7時ぐらいで、ちょうどちょっと飛んじゃうかもしれないんですけど、まあ、こんな感じで朝のね日の出なんかも、ニューヨークから今日が上がっているっていう、そんな時間帯となっております。で、ちょっとね日の出綺麗かなみたいな感じで外出てきたんですけども、まあ、軽く見られていいですね、綺麗です。で、これからね、ホテルの朝食行きたいと思うんですけども、一応ね、マリオットボンボイのプレジャーステータスね、無料でいただけるということですので、今回ねこちらどんな感じかっていうのをね見ていきたいと思います。朝食です。こんな感じでいただいてきました。いつもねそんなにがっつり食べないんですけども、ちょっとね体調がそこまで優れないんで、がっつりめに食べます。このね、ケチャップの、正しい出し方っていうのは知りたいですね。なかなか出ないですよね。それではいただきます。ヨーグルト見えるかな、こんな感じ。ヨーグルトのところと、ストロベリーのところはね分かれてるんですよね。ではいただきます。
うまいですね。ピーマンとポテト、なかなか食べるのが難しいですよ。カリカリベーコンも美味しいですね。しょっぱな、軽く焼いたんですけど美味しいです。朝食会場もねかなり広いんで、まあある程度お客さんが来てもね、混み合いというか窮屈とは多分感じないぐらい広いですね。このマフィンもいただきたいと思います。本当に毎回これが無料なのは本当にありがたいですね。多分これを有料で頼むと多分3、40ドルいくんじゃないでしょうか、ニューヨークだと。それではね、サクッと食べてね、本日は観光にね行きたいと思います。それではね、朝食を終えて、部屋に帰ってきたわけですけども、やはりね、先ほどの朝食は、普通に払うと、29ドルプラス、税金等々ということなんで、まあ、30ドル以上はかかってくるかなと思います。やはり、ニューヨークっていうね、物価の高さを感じられますよね。まあホテルの朝食ってまあ基本的に高いんですけどもね、それでもやはり高いですね。それでは、観光の方に行きたいと思います。それではね、2日目の観光を終えて、ホテルの方にね戻ってきました。夕飯を買ってきました。ザザン、カレンちゃんピザですね。いやーちょっとね疲れてしまって、ホテルのそばにね、ピザ屋さんがあったんで、そちらで、済ましてしまいました。でペプシも、一緒に買って、これで4ドルでしたね。うまい。ということでピザいただきます。まあ、今日行ったピザ屋さんは本当にどこにでもあるピザ屋さんなんですけど、どこにでもあるというか本当にフラッと入ったピザ屋さんなんですけども、本当にニューヨークは美味しいんで、また昨日と違う店ですけどね、美味しいです。にしてもやっぱりニューヨークの観光は疲れますね。なんだかんだどこも大きいんで、なんだかんだ歩くっていう感じですね。で今ニューヨーク、今11月の、今日が現地で23日なんですけども、かなり寒いですね。日本よりかはるかに寒いですね。今日の最高気温が8度とかだったかな。でも日陰になるとかなり寒いんで、私もがっつり系のダウンジャケットを着て過ごしています。日中それでも寒いですね。まあ建物の中入っちゃうと暑いんで、まあ薄着な格好の上にダウン着るみたいな方がいいかもしれないですね。まあ脱いだら涼しいぐらいの感じの方がおすすめとなっております。まああの観光スポットの室内は暑いんですよね。あの博物館とか美術館、まあ、その他観光スポットいろいろありますけども。でこのホテル、レキシントンオートグラフコレクションなんですけども、まあ、非常にね場所はいい場所にあるんですよね。グランドセントラルターミナルから、
まあ、歩いて5分から7分ぐらいで行けますし、非常に、ニューヨークのね、その42丁目っていうエリアが、まあ、個人的ではあるんですけども、ニューヨークの観光でね、まあ、一番動きやすいエリアなんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、セントラルパークも電車ですぐ行けるし、まあ、下の方にもまあ電車にはなるんですけども行けるし、でやはりね、ニューヨークの観光で一番ね、夜の行くスポットとして、まあ、ブロードウェイミュージカルとか、あと、なんだっけ、タイムスクエアの、夜とかね、エンパイアステートビル、まあ、ロックフェラーセンター等々もそうなんですけども、やはりね、42丁目あたりは一番アクセスしやすいんじゃないかなと思います。まあ、電車が42丁目には横に走ってるんで、そういう意味でもね、42丁目付近のね、ホテルを押さえておくと、まあ、ニューヨーク観光にはとてもおすすめとなっておりますね。いや、ニューヨークのピザはうまいっすね。こんなものばっかりを食べてると太っちゃうんでしょうね。っていうぐらい、ハイカロリーな気がしますね。でも美味しいですね。今日はね、夜もう一度観光に出ようと思ってたんですけども、雲行きが怪しくてですね、これから明日にかけて雨予報みたいなんで、今日はちょっとね、またパソコン作業しながら、夜を過ごしていきたいなと思います。ルーフトップバーとかもね、行きたかったんですけども、雨が降ってしまうとね、もうどうしようもないんで、お風呂に入ってね、寝たいと思います。で、このオートグラフコレクションレキシントンホテルなんですけども、一応ね、ラウンジはないんですよね、このホテルには。なんですけども、まあ、昨日の画像で言ったと思うんですけども、常にね、フロントの後ろにコーヒー、紅茶、あとおみ、コーヒー、紅茶か、が基本的に置いてあって、で、グリーンティーっていうね、緑茶っぽいのがあるんですよね。なんか、グリーンティー with レモンみたいな、レモン足しちゃったみたいなね、のもあるんですけども、まあ、そちらもね、常にフリーでいただけますんで、ちょっとね、何時だったかな？ 10 時ぐらいに行った時はまだあったんですけどね、それ以降は、残念ながらなかったんで、なかったっていうかもう、継ぎ足しされてなかったんで、もうまあなくなってたんですよね。ですんで、まあその夜の時間帯以外はね、まあ利用できるっていう感じですかね。で、5時半から6時半だけ、ワインのサービスがね、白いワインと赤ワインのサービスが、その場所にね、サービスされてますんで、ぜひ、このホテルね、来られる方は、まあ、ちょっと利用してみてはいかがでしょうか。赤ワインと白ワインがありましたね。あと、アップルサイダーとかもあったんですけど、まあ、それは、アルコールではないと思いますんで、よかったら利用してみてはいかがでしょうか。それでは、パソコン作業しつつ、今日はね、締めくくりたいと思います。おはようございます。2日目の朝ですね。今ニューヨークは、雨となっております。これからね、朝食いただきに行こうかと思うんですけども、昨日とね、多分内容は変わってないと思いますんで、変わってないようだったらね、朝食の方は、まあいいかなと思いますので、とりあえず朝食いただきたいと思います。それでは朝食取ってきました。こんな感じで、まあ、メニューはね、これだけ昨日なかったですね。こんな感じです。あとヨーグルトいただきました。それではいただきます。体調がね、あんまり芳しくなくてですね 咳が到着してからずっと取れないんですよね。なのでちょっとね、しっかりめの食事をいただいてます。これ卵の白身の料理だと思うんですけど、初めて食べます。卵の白身に、野菜をね、入れて焼いたって感じですね。これは日本にはあんまり見たことないんで、美味しいですね。と、味自体は本当にそのままって感じなんで、ケチャップとか塩とか振った方がいいかもしれないですね。ちょっとチェックアウトまでは
ょっといろいろ考えてるんですけど、ひとまず、ホテルに戻って体調がね絶好調だったらちょっと雨でも観光行きたいんですけども、それではちょっとサクッと食べて部屋の方に戻りたいと思います。レキシントンホテルの、ビジネスセンターです。こんな感じで、Mac のコンピューターとかもあります。ホテルのエレベーター内です。こんな感じでエレベーター内もとても可愛い感じになってますね。可愛い、おしゃれって感じですかね。ホテルの廊下です。それではね、今ね午後の2時半ぐらいなんですけども、今回はね、3時までのレイトチェックアウト可能ということで、残念ながらね4時まではレイトチェックアウトちょっとできませんということでしたんで、チェックアウトねそろそろしていきたいと思います。でちょっとね外でいつもね最後撮ってるんですけども、ちょっとねニューヨーク今日は雨なのでここで、最後締めくくりたいと思います。今回は、2泊させていただいて、価格はね日本円にして2泊で5万円、まあ、1泊2万5千円ぐらいの、ホテルっていう感じですね。まあ個人的にはですね、まあ、ラウンジはないんですけども、フロントのところにね、コーヒー、お水、紅茶で、夕方の5時半から6時半の間は、ワインのサービスがあったりとか、まあもちろんねプラチナステータスだと、アップグレードね、朝食が無料になります。でアップグレードの件なんですけども、今回はまあ一番下の部屋を予約したんですけども1個だけね、上げていただいてデラックスルームというふうにね、させてアップグレードねしていただきました。まあ個人的にはねとても良かったのかなと思います。で1泊2万5000円で、まあここねかなり場所がいいんですよね。グランドセントラル駅とかもね、歩いてアクセスできる場所で、かなりね観光としては、いい場所となっておりますんで、とてもおすすめとなっております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った、面白かったって方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。